あ、なんとなくは知ってるんですけど、はい、それの。わー、びっくりした。お互いの声で、こういう時の声が好きっていうのありますか？これ、あの、尾崎くんのありがとうっていうライブの時によく曲終わった後に言うんですけど、ありがとう。添加物すごい入ったね。初めてです。どんな感じなのかっていうのは全く知らないんです。あ、なんとなくは知ってるんですけど、はい、来るのは初めて。本当に初めてだから、はい、逆に初めてっぽいリアクションにならない可能性あります、ね、普通に見ちゃうんで。あ、なるほど、見ちゃうかもしれない。2回目の方が、あ、こんなってできるんですよ。行きましょうか、じゃあ中。はい、控え室。てるとよく声がすごい笑ってるけど、あんまりこんなことないんですよ、ね、うん、いつも無音なのにな。ラジオで聞くってのもいいですね。これは多分聞いたことない曲だと思う。俺のスマホに入ってたデモだから。なんかこっそりした気がするみたいな。取ればいい。なんでこのちょっとなんか盗み聞いた方がいいのかな。いやずっと声が。これは開けていいんですか。これを。あ、びっくりした。あ、すごい。すごい高い声が聞こえるんだけど。いいのかな、開けて、これ。僕ができるんだと思います。なんとなく、世の中がなかったことにしている。そういう、まあ、100円貸してくれって言ってたって。そっちは先輩なんだけど、もちろん返さなくて。こんな MC したなという。難しいですね。でもなんかこの言葉を区切るのがちょっと良くないですね。今はそんなことしてないのにちょっと緊張してたんでしょうね。もっとつなげて言わないと伝わらないなと思って、なんか反省点が出てきて浮き彫りになって何ですかね。声に打たれる。じゃあスピーカーだ、うん、わー、びっくりした。余計なお世話だよバーカ。あ、すごい、憎しみが持ってる。言い慣れてる。言い慣れてる。余計なお世話だよバーカ。踏んじゃったな。余計なお世話だバーカ。あ、こんな声出るんだ。意外とね、初めて聞いた。意外とこういう声出る。メンバーの皆さんでお互いの声でこういう時の声が好きっていうのありますか？これはあの尾崎くんのありがとうっていうライブの時によく曲終わった後に言うんですけど、その声が好きです。なんか分かる気がします。なんかこう添加物が入ってない。もう本当ボソッとこういうありがとうっていう感じがすごいいいなと思いますね。次からありがとう。添加物すごい入ったね。皆さんすごくこう聞き入ってる感じがしたんですけど、そうですね、なんかこうメンバーの今まで聞いたことない声とかなんかそういうのも聞けてやっぱ自然と笑っちゃいましたね。世界観さん以外の皆さんの声で好きな声はどうですか？せっかく手を挙げて小川ゆきちか君 の笑い声が好きです。そうですね、世界に一つしかない。その世界に一つしかない笑い声ちょっと聞いてみて。これです。これです、ね、この感じ笑い袋。長谷川さんと小泉さんの声だとどうです？まあ、やっぱ低い。低いですね。たくさんの声は低い。具体的なの。でもなかなか聞いたことないタイプのその低いだけではない声もあったので、うん、そこも聞きどころですね、この展覧会の。もう低すぎて声というか揺れとして感じてますからね。揺れ、はい、一番低い方だと思うんですけどね。一番低いです。方とかの人も一番低い、あれで言うと一番高い人もいるっていう、うん、なかなか珍しいバンドだと思っております。そういう意味では川村氏が一番
真ん中かもしれないですね。長谷川さんのじゃあその一番この真ん中のボイスでどういう時の声が皆さん好きですか？なんだろう、どこがっていうのは、ね、あでも平均的にそうですね、聞いてて眠くなるってよく言われます。なんか、安定感がありますしっかり、どこを出しても恥ずかしくない声。もし次展覧会やるとしたら今度は何をテーマにしたいですか？匂い。匂いを結構あの作品として表現することが多いので、はい、匂いやりたいですね。こんな気持ちになった時の匂いっていうのでオリジナルの匂いとか作って展示できたらいいですね。結構現実的にできそうですよね。そうですね。でもどんどんマニアックになってきます。今回 の展覧会のタイトルがクリープハイプの声をシャワーのように浴びる展ということにちなみまして、今皆さんがシャワーのように浴びたいものは何かありますか？賞賛。賞賛。賞賛を浴びられたいです。褒められたい。浴びてみたいね。浴びてみたい。賛じゃないよね、賞賛っていう。褒められた、絶賛されたい。ああ、そっちだよ。大丈夫です。